では高橋木原組のインタビューをお聞きください。ソチオリンピックが先になってしまいましたけれども、お二人で出る最初の世界選手権となりました。まずは感想をお二方お願いします。そうですね、やっぱり日本開催だったのですごい最初はリラックスしてる気分だったんですけど、いざ始まってみるとすごい6分間の前緊張してしまって、6分間の最中も動きが硬くなってしまったんですが、曲が鳴るといつも以上の動きができたのですごい良かったなと思ってます。高橋選手、そうですね、全日本の時に1回経験した会場だったので、試合前の過ごし方だとかは生かすことができたんですけれども、やっぱり今回はたくさん の大きな試合なので、世界中のとっても緊張しました。周りのお客さんの反応はいかがでしたか。やっぱり温かかったですね。いつも試合だとアウェーなので、すごいこういう温かい応援っていうのはすごい力になります。ショートプログラムを振り返ってお二方感想をお願いします。今日は本当にこのスーパーアリーナ全体のパワーをもらって、自分たちの演技をすることができて良かったです。池田選手、そうですね、大きなミスなくできたのが良かったっていうのが一つと、もう一つ個人的にデススパイラルがこっち日本に入ってから調子悪くなってしまっていたので、ですからその本番では練習以上のものができたのですごい良かったなと思っています。そっち終わってから、今デススパイラルの話も出ましたけれども、なんか特に強化した点とか練習したところっていうのはありますでしょうか。ユニゾーンでエレメンツだけに限らず、エレメンツ終わった後もこう最後まできちんと終わらせたり、あとプログラムの中でお互いの顔を見合ったり、そういう2人 のユニゾーンというのを強化することに努めました。出る前にコーチにどんな声をかけられましたか。まず最初は、いつも通りこう落ち着いて一つ一つのエレメンツをと言われたんですけど、ここまで頑張ってきたんだから、これが今シーズン最後の試合だから、あとはもう楽しむだけだと言われました。本当にいつも温かく応援してくださるので、本当にすごい力になるので、まだまだ本当に未熟な2人ですが、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。